改装中の博物館をアンダーグラウンドが占領。フィンが中にいるはず。それで、どんなセキュリティ設置してるのかな？ジェムシアターにあったのと同じバリアだ。ジェネレーターから電気吸い取らなきゃ。小屋の中か。鍵がかかってて、電気も届いてない。動力源探さなきゃ。よし、行けそう。通電と。それじゃアンダーグラウンドのおもちゃ壊しに行こう。二人きりでね。プロジェクトのとこにいるはず。通路の奥だ。早くぐーたら、プロジェクト見に行こうよ。大人になっちゃう前にね。未来を実現する発明をお楽しみください。今行くってば。ねえ、どこにあるんだろう。スマホにマップ入れといた。特別展示会場だって。最上階。本物の科学者みたいに二人の名前が書いてあるんだよ。今はオズコープサイエンスセンターだけど、将来は世界の博物館に進出。水中での生活なんてサイファイの世界だけだ、そう思うでしょう。水中の住居は1960年代以来世界中で使用されています。こちらは波の下の定住空間を提案する模型です。今は空間の節約のために建てている高層ビルも将来海の下に建てることになるかもしれません。無理。何？怖いの？サメとか暗闇とか狭い空間とかマジで無理。こちらの模型は潜水艦の構造と深海用の無人水中機を組み合わせたものです。オズコープの試作品により人間の探索能力の可能性が新たに開かれるのです。これいつかゲットしようよ。掃除機と古いタイヤがあれば私たちでこれ作れるんじゃない？そんなことあるんだ。よくある話らしい。養殖網は海中で持続的かつ健康な生活を送る要となります。商業および工業的な物養殖はすでに染料や薬品など多数の商品で利用されているのです。持ってどんな味なんだろう。ケールとか。うわ、ケール嫌い。20世紀半ば以降、科学者たちは水中での居住空間を思い描いてきました。将来窓の外に鮮やかな縞模様の熊の実や恐ろしいアンコウが泳いでいるという日がやってくるかもしれません。その子の名前はハワード。名前つけて。リヴァイアさん。それいい。地球はとても大きな惑星です。 95% 以上の海域は現在もなお未開拓であり、そして将来人類の居住エリアになりうるのです。地球のこと実は何にも知らないんだよね。このダイビングスーツは18世紀初頭に開発された最初のスーツです。
この初の耐圧スーツはサルベージを想定して開発されました。今日これらのスーツは海難救助隊や科学者、冒険家に利用されています。試着できないかな。こんなの着てちゃんと歩き回れるの？ダンスパーティーにフィンが履いてきた靴よりはマシ。マジムカつく。あんたの方がヒール高かったでしょ。メインホールに行こう。特別展示会場は上の階。あ、エレベーターあった。先に他の展示見ない？建築技術の革新こそ地球外の惑星における人類生存の鍵を握っています。このモデルハウスは居住空間を火星の低気温から守ってくれます。ねえ見てよ、火星に家欲しい？もちろん、マイクとオーディオとサンプラー持ち込めるならね。絶対ダメって言われる。火星でいい音楽聴きたきゃ必要だろ。形状記憶合金と呼ばれるこの金属を使い、オズコープの科学者は完全性を保ちながら形を変えることのできる金属の試作品を発明しました。いつの日か形状記憶合金は様々な種類の機械や家庭で使われるようになる。うわ、これ見て、形を変える鉄だよ。アイデアはいいけど、なんかすっごく普通。もっと面白くできそう。この模型では太陽系で地球に最も近い火星の地球化と居住の取り組みを紹介しています。このコミュニティでは豊かな水を利用して気温を上げることで赤い惑星での生命活動が実現できるのです。これ火星の街って感じだね。カフェとストリートアートが足りないけどね。俺の地元にもこういう。リクはいつ着くの？メッセージ来た。今地下鉄乗るって。ってことは今から30分から2時間かかるってこと？そう。ねえこれやろうよ。これボタン連打するだけだろ。もう負け認めるんだ。まさか。もっともっともっと早く。ほら行けって。ほら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 、行け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 。僕もフィンに勝てる。言ってれば。このオズコープのローバーは現在月で使用されているモデルをベースとし、有人および無人での操作が可能です。鉱物の運搬や水源の探索に使われており、このオズコープローバーがあれば火星の探索も可能になります。鉱物をスキャンして有害な荒れ地で人を運ぶんだって。何でもできちゃう。これに乗って5番街走ったらすごそう。みんな時計って宇宙に住みたいって思う？可能だった。家族も来るならいいね。人生やり直したくなんだよ。政府や民間所有の宇宙船が惑星や太陽系、銀河系を探索しています。宇宙船との通信では無線アンテナを用いることで局所および星間空間でのメッセージの送受信を行います。うわぁ、これ絶対音めちゃくちゃ良さそう。宇宙からじゃ聞こえない。特別展示のチケットありますか？プロジェクトを展示されてるからチケットいらないと思って。いりますよ、もう売り切れ。諦めてちょうだい。わかりました。じゃあ他の入り口探そっか。もうチケットないって言ってた。でもあのドアは僕の通路から回ってエレベーターに行ける。閉まってる。この鍵の仕組み知ってる。光を照らせば開く仕掛け。
スマホのライト使えそうだけど届かないな。反射するものをドアの隙間からスライドしてみたら。何か反射するものか。変異するものなんかないかな。変異？それって変形のこと？かっこって言い方しちゃってさ。うるさい。形状記憶合金、アプリで形変えられるよ。これすっごいな。よし、取って。見られないようにね。すみません。平気。反射するものがまだないよ。レストランで会おうってさ。エネルギーの展示探してみよう。ラボに戻らない。ランチブレイクは終わりだ。ああ、本当すみません、博士。午後は休んでいいですか？休養ができて。またかい。何か問題でも抱えているのかね。家庭の問題とか。いつでも相談しなさい。問題っていうわけじゃ。迷惑かけてすみません。いいんだよ。仕事は逃げたりしないからね。助かります。ぴったりだね。私が照らすね。ステッカーをセンサーに向けたらつけるよ。誰にも見られてない。急ごう。何か足りない。うまくいった。やったね。最高の気分。あんたとこういうことするのも最後だね。それどういう意味？どういう意味って、来週からブルックリンビジョンズでしょ。あんたは地球から消えるわけじゃないんだし、また遊ぼうよ。そんな暇ある？暇くらいあるって。会う時間作るからさ、約束。そっか。あ、なんか変な空気。ほら、上の階に行こうよ。父さん。マイルズ。どうも、デイビスさん。どうもってさ。楽しんでるか？プロジェクトの写真ちゃんと撮れよ。父さん、大げさだってば。全然大げさじゃない。わかったってば、ちゃんと撮るよ。じゃあね、父さん。ここだ。奥にあるはず。変換器設置されてるかな？されてなきゃ来る意味ない。
ゴミとかのバイオマス原料がないとダメだけどね。オズコープサイエンスステーションは地球と月の間にある2つのラグランジュ点に位置し、いつの日か科学者や冒険家の永住の地にもなりうるのです。うわ、宇宙ステーションに住んでみたいな。オズコープの奨学金まだ申し込まない。我々人類はアポロ宇宙計画で偉大な功績を残しました。月面着陸です。以来科学者たちは月を越えて旅し、いつの日か太陽系に定住することを夢見ています。アポロ計画の着陸船だ。そうだ、タイムカプセルにこの名前つけようよ。アポロ計画っていくつあった？16じゃなくて17かな。アポロ18号、気に入った。プロジェクトあったよ。おお、いたか。これはこれは、栄えある賞に輝いた科学者さんたち。特別展示に飾られるなんて聞いてないよ。チケット制よく入れたね。俺はチケット買った。そっちこそどうやって？それは秘密。ほら、くっついて写真撮るぞ。リックも入ってよ。手伝ってくれたでしょ。わかった、入るよ。それじゃ詰めて取るぞ。せーの、ゲノム。絶対言わない。フィン、話を聞いて。あんたの話はうんざり。リアクターのこと絶対に伝えなくちゃ。ヤクを足止め。